久保さん。まあ、ストレートにまた深掘りしていきましょうか。人のせいにするっていうね。<laughs> まあ、これは本当に <laughs>、なんだろうな。うまくいかない人の口癖。うーん、人のせいにしている人がうまくいくっていう確率は非常に低いんじゃないかなと思います。なんかね、また今日の午後ですかね。緊急事態が発生されるんですかね。なんか Yahoo のなんかで出てきましたけど。 まあ、ねコロナのせいにしても何か自分の人生変わるんすかっていう話で何も変わんないですよね。うーん。なんか、ポケベルがなくなったふざけんなって言っても時代は進みます <laughs>。時代はどん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 進みます。今あの、ソフトバンク、なんだっけ、ソフトバンク、ワールドの講演をずっと聞いてるんですけど、すごいっすね。これ2017年、18年のやつなんですけど <laughs>、 もう3年前からもうだいぶ進んでたな、みたいな <laughs>。あ、こんなに世の中進んでんだな、みたいな。世界規模で。あの、どれだけ、なんだろうな。僕、遅れてたのかな、っていう。まあ、これ見てなかったですからね。世界、世界を見るってことないですから、僕は。あの、目の前のお客さんのなんか対応してるだけなんで <laughs>。世界を見るとすごいな、と。だから、本当に堀江さんが言ってた、近畿大学の卒業式で言ってた、 みんなが見えないところで頭のいい人たちはめちゃめちゃ進んでるよと。ね。もうまさに本当にそうだなと。だからこれソフトバンクワールド一回見るといいと思いますよ。本当に世界で。しかも2、3年前の映像なんですけど、2、3年前でこれだけ進んでんのかって話して。<laughs> やばいですね。うん。だから、あなたが進まなければいけないですよね。あなたが変わらなければいけないと。もうん。世の中を待ってくれないと。だから、 ウイルスも待ってくれない。ウイルスも広まるマックばっかり。うん。まあ、そもそもその、ワクチンが、全部打ったとしても、じゃあ、全部ね、まだ、臨床試験もそんなに、なんだ、なる早でやったので、じゃあ全員が、あの、ワクチン打ったら100%大丈夫かっていうわけではないと思うんですね。ということは、まあ、まあま、そもそもあと、ウイルス自体が、ね、インフルエンザウイルスとかもありますけど、 まあ、ウイルスも生存していくためにいろいろ変化していくわけじゃないですかだからなんかあのー、変化したウイルス体発見されましたっていうニュースもあると思いますけどウイルスも変化してるんですよ生き残るためにウイルスですら生き残るために変化し続けてると だから、自分の脳みそを変化しないとダメだし、今の考え方でどうやってうまくいくのかと、今の考え方でうまくいっている、今の考え方で幸せに満ちているんだったら、多分、億万長者合宿の動画、多分見てないと思いますし、何かしらの不満、不平不満、もしくは、まあ、久保さんのファンの人とかね、まあ、それはちょっと別枠ですけど、まあ、少なくても、そこに反応した、久保さんの発信はほとんどお金なので、そこに発信、そこに、 なんだ共感したっていうのは共感したというか共鳴したっていうのは何かしら思ってるわけですよねでも思ってるっていうのも書いて,てなければまあ変わらないってことですよねうんやっぱまあ全部生きるっていうことは全部自己責任ですから飛行機に乗ってね昔そのジャンボ JAL のジャンボね墜落200人か300人死んだと思うんですけど飛行機に乗るっていう選択も まあ自分がー選択したことなのでうんまあこれどうしようもならないですよね、うん、自分が選んだっていう車に車交通事故に遭った人も車に乗るっていう選択をしたしまあその不慮の事故ですよね青信号を歩いていても車に突っ込まれるっていう事故ももうめちゃめちゃあるわけじゃないですかまあそれも結局、まあ、不運だったかもしれないけれども うん家の中にいたら、まあそれはなかっただろうし。だから何があるか分かんないですよ。で、何があるか分かんないのに、何かのせいにしていたら、もう多分生きていけないですよ。うん、生きていくのな何、何があるか分からないのに、何かのせいにしていたら、生きるのがしんどいと思いますよ。うん、だから結局、自分がしんどくしてるだけなんですよね。自分の考え方が狭いから。 その狭い世界の中でしんどい思いしてるだけで、もっと考え方を広げて、可能性を求めればいいと思うんですよ。うん、よくね、億万長者合宿の、これ掘り出しますけど、あの、億万長者合宿に参加したら、億万長者になれるんですかなれるんだったら、参加しますと。いくらでも払いますっていうお客さんのね、意見がありまして、まあ、切れたんですけど、知らないよっていうね <laughs>、うん。結構切れてね、動画撮ったんですけど、まあ、その方は参加しなかったですけど、 まあみんなそんな感じなんですよね。何かやったらどうなるんですかっていう。ここの会社に行ったら給料これだけもらえるんですかっていう世界で生きてるので、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、そ,その考え方だったら生きていくのは非常にきついよと。だって終身雇用がなくなってるわけですから、ね、じゃあその給料いくら払いますよってなっても、リストラになる可能性もあるわけじゃないですか。ずっとあなたの人生を、 あなたの家族を会社は一生命をかけて守ってくれるんですかないですよね。会社は命をかけて会社を守る。つまり会社を守るために、えー、あなたを切る可能性もあると。うん、それは事実なので。うん、だからそれが嫌なんだったら国家公務員になればいいんじゃないですかもうリストラっていう概念がほぼない国家公務員。で、それになれなかったのは誰のせいですかと。僕のせいですね。僕は勉強してなかったんで国家公務員なんか絶対無理ですよ。<laughs> 国家公務員だったらまあまあいけないですかまあ安定されてますよねまあまあどうでしょうか、うん、普通の企業企業とはまた違う概念なのでうんだらまあ、ね、定年退職まで働けるだろうしあの退職金もあるだろうしうんでもその選択はあったわけじゃないですかでも僕はその選択にいけなかったなぜならば自分が悪い勉強してなかったっていうだからこそ じゃあ自分にできることは何だろうつって,っても僕はネットを選んで自分でこう稼ぐっていう道を選びましたけどだからその結局全部自分で決められるのにそれを放棄してるだけであって転職もできるし職も選べるし資格も取れるだろうしそれがやったかやらないかじゃないですかその道を選んでやったかやらないかうん別に今一生懸命んだ しんどいかもしれないけれども、じゃあそれをやめるという選択もできるだろうしうん、違う事業に切り替えるっていう選択もできるだろうし、だけど、いや、そんな簡単に言わない、できないんだよっていう事実もある。でもその事実を言っていても何も変わらないっていう事実もある。<laughs> って話で。まあ、こんならもう、ああ言えばこう言うで、うんもう、堂々巡りですよね。うんあなたは、 あなたと私は違うんだといったところで何も始まんないですよね。だからほとんどの人があなたとね私は違うんだみたいなね。いやいやいや、久保さんだからできるんでしょうとか、久保さんはいいですよと。久保さんは今そういう状態だからいいですよと。でもそういうふうに指をさしてる人たちは、うん、久保さんが昔どれだけやってきたのかを全く知らないし、あなたはそれをやっていないだけであって、僕は知ってますからね、久保さんが何やってたのか。一番初動。 まあ今はね、今はまあまあ昔に比べるとめちゃめちゃ楽にお金入ってくる状態を作ってますけれども、じゃあそこの過程があるわけじゃないですか。うん、その過程の中でしっかり結果出して、泥臭いこともずっとやって、365日ね、お客さんと会って、で、ね、セールス毎日して、やってますやってないですよね。365日、まあ今コロナだからどんコロナ、じゃあコロナでもなんだ、ズーム、ズームとかで毎、じゃあ365日お客さんとズームできるんですかしてるんですかって話で。 んやってないですよね。だから僕は、曲、まあ、論とか答えというか、まあ本当にあだこうだ言う人は、あのやってないですね。本当に。これにつきます。やってない。世界一やってみろと。<laughs> いや、本当にそう、世界一やったら、多分何も言わなくなりますよ。わかるから。やったから。やっていろんな経験したからわかるわけですよ。でもやってないから経験もしてないし、考え方もアップデートしてないから、 ずっとその世界にいるってことですよね。うん。やれば分かります。でもやらないからわからないってことですね。だから結局、みんなわからないまま終わっていく。<laughs> っていうことですね。やらないからね。<laughs> やった人はわかるんですよ。めちゃめちゃね、やった人は、まあ人のせいにするなんてまあやんないですよ。うん。めちゃくちゃやってる人、自分でやってる人は、人のせいにするってことは想像しないですよ。うん。 少なくても世界一俺は努力したっていう人は人のせいにする人はいないと思いますね。なぜならば、世界一努力して世界一の結果を得られるわけではないけど、ある程度の結果は得てるはずです。世界一やってんだったら。うん、日本一でもいいですよ。うん、でも、なんか僕はぶっ飛んで成功してる人たちは確実に言い切ってるのが、俺はやったっていうことを確実にもう言い切ってるので、それは事実ですよ。 うん、うまくいってる人、もう本当に偉業を成し遂げた人は、俺はやってきたぞっていう風な自信を持って言えるっていうことですよね。うん僕もそうですし、やってきてますよ。まあ今もやってますけど。うんまあ、やれってことですよね。はい。いってらっしゃい。